どうもこんにちは、ドンコメです。本日は7月22日に起こった東海道新幹線での補修用車同士の追突事故に関して分かっていることをまとめていきたいと思います。基本的にはノートにまとめてありますので、その内容をざっくりまとめた形となります。URL については説明文のリンクをご覧ください。まず状況については、 JR 東海側のプレスリリースを見ていただけたらと思います。発生日時は7月22日午前3時37分頃で、東海道新幹線、上り線、三河安城から豊橋の間ですね。住所で言うと愛知県蒲郡市上野郷町です。これを調べると結構狭い範囲だったので、事故現場も大体この辺りなのだろうというのが推測できました。 そちらも喉の方にリンクが貼ってありますので、そちら見ていただけたらと思います。事故の概要といたしましては、まずマルチプルタイタンパーというレールの曲がりを矯正したり、レールの下にある砂利を突き固める保守用車があるんですけれど、そちらが先行してて、待機してたんですね。そこに、 後続の採石、つまり砂利を運搬する車両を牽引していたモーターカーが後ろから追突してしまったという事故になります。マルチプルタイタンパーの方が停車していたのは、その採石運搬車の方と合流してから基地に戻る予定だったという説明がなされています。復旧まで時間がかかった理由については、記者会見の方を見ましたら、一巻のように説明がされてあります。まず、 えー、車両の方から油漏れが発生していまして、その処置も必要だったことが分かっています。事故があった、追突した方のモーターカーというのは、動力自体はモーターなんですけれども、エネルギー源としては、エンジンを回して発電して、その発電した電力でモーターを回して動くというシステムだったようです。ですので、まず最初にエンジンを動かす必要があるので、 燃料を積んでいたので、おそらくモーターカーの方から漏れたんじゃないかなと思います。それから、事故により、枕木20本を交換する必要があったとのことで、こちらの線路側の復旧作業も必要だったということのようです。それから、事故車両を移動させるのに想定以上に時間がかかったというのがありまして、具体的に何かと申しますと、追突された側の方のマルチプルタイタンパーは、8軸中3軸が脱線しています。 それから、モーターカーの方も、一軸脱輪してるんですけれども、このうち、モーターカーの方、脱輪した車軸は撤去されてました。それから、追突された側のマルチプルイタンパーの方も、台車の方で一軸、それから、単軸、一、まあ、つだけ台車から独立している車輪があったんですけれども、それも脱線して取り外してありました。 つまり、マルチプルタ,イタン波の方で2軸、モーターカーの方で1軸、車輪を取り払った状態で移動させたためにですね、移動するのに時間がかかったものと思われます。おそらく、脱線してしまった車軸の、車輪、車軸の方で何かしら問題があって、まあ、例えば車輪が歪んでたとか、再び脱線する恐れがあったからだと思われます。その後、ツイッター、 で、投稿されていた画像を見ますと、実際に車輪が取り除かれて、代わりにですね、小さい補助輪みたいなのが付いた仮台車がセットされた状態で移動させている写真がいくつか上がっていましたので、おそらく、まあその仮台車の方が壊れてしまってまた脱線してしまう恐れがありますから、慎重に 時間をかけてゆっくりと運んだものと思われます。当初の想定では、時速10キロ程度で移動させるつもりだったようなんですが、まあ、こういった事情で半分の時速5キロ程度、もうほとんど人間が歩いてるのと同じぐらいのスピードしか出せなかったと、記者会見の方で説明していました。なおですね、事故現場から最寄りの豊橋駅付近にある 保線基地までの距離は約18キロで、単純計算で片道3、4時間程度かかったものと思われます。実際にはマルチプルタイタンパと採石運搬車の方で2回に分けて運んでいますので、もう少し時間がかかったんじゃないかなと思います。最終的に復旧と言いますか、と、ツイッターの情報で移動完了とあったのがだいたい22時ぐらいだった。 かな東海道新幹線の定期列車の新大阪行きの最終列車っていうのは21時24分発で、まあ、その手前の、まあ、三島とかまでの列車が21時48分っていうのもあるんですけれど、まあ、復旧したのがそれよりも後だったので、東京駅から回送列車を利用した臨時の望のみ号が何本か、2本くらいかな。 運転されたみたたいですただ、定期列車が終わった後の時間だったので、ほとんど利用者はいなかったようです。ただ、もうその日のうちに全線で運転再開できる準備が整ってたということで、翌日の23日からは始発からほぼ通常通り運転していた模様です。で、このように時間をかけて移動させた事情について、 まあ、ノートの方でも書いてあるんですけれども、まあ、仮台車を設置してまで移動させた件についてなんですけれども、マルチプルタイタンパーっていうのはかなり重い機械でして、営業車両よりも2倍ぐらいの重さがあるんですね。営業用の車両っていうのはだいたい44トンとかそのぐらいなんですけれども、マルチプルタイタンパーは確か90トンぐらいあるそうです。ですから1両あたりの車輪っていうのも、営業車は4つですけれども、 マルチプルタイタンパの8軸あります。それだけ重量を分散しないとレールへの負荷が大きくなってしまうということで、車輪を多くしている構造なんですけれども、脱線によって車軸を2軸取ってしまっているので、その分残りの6軸にレールへの重みが強くなってしまいます。そこでですね、仮台車をセットして通常時と同じぐらいの分散が効くような重量配分になるようにしているんですけれども、 ま、仮代車はあくまで仮代車なので、壊れてしまう可能性がありますよね。通常使うものじゃないですから。そうなると、通常速度では走れないですし、途中で脱線しないよう慎重に慎重に運ぶ必要があったわけです。もちろんそうしなくても動かすことはできたとは思うんですけれども、問題はですね、事故現場から補選基地まで18キロありますよね。その18キロ通常よりもレールに負荷がかかる状態で走らせてしまうと、 もう一度移動させた後に18キロを再点検しないといけませんよね。こうなると、まあ、さらに運転再開まで時間がかかってしまいます。あるいは運転再開した後も、その18キロの区間だけ除去運転をしなければいけないという、まあ、そういう問題が出てしまいます。まあ、こう、除去運転、まあ、いや、運転再開には影響しないかもしれないですけれど、その後の遅れが、 長引いてしまいますから、おそらく JR 東海としてはそういった影響を長引かせないために、しっかりと補助台車をつけて、通常と同じぐらいのレールの負荷にした状態で走らせたものと思われます。通常の営業運転の復帰を一番早くしたのが今回の対応だったものと思われます。 で、過去にもですね、山陽新幹線で2010年に同じような事故があったんですけれども、その時は昼過ぎの午後2時半とかに確か運転再開しているんですね。その時との違いは、ちょっと14年前なので資料がなかなか見つからなかったんですが、もしかしたらこういった車軸の取り外しなどが行われてなかったの かもしれません。まあ、実際脱線したのが、ぶつかった付近の車両じゃなくって、中間の車両だった模様なので、脱線した位置がまず違ったんですよね。まあ、そういった比較なんかもできるんですけれども、ただ、事故に共通点っていうのもありました。2010年の山陽新幹線での事故の場合は、トンネルの中での事故だったんですね。 で、この軌道モーターカーやマルチプルタイタンパーの追突防止のためのシステムっていうのが、どうやら GPS に依存しているようで、GPS で現在地を把握して相手との車間距離を保つというそういうシステムだったようです。多分、一定距離以上近づいてしまうと自動的にブレーキがかかるというシステムだと思うんですが、その根拠となる現在地っていうのは GPS に依存するものだったようです。 で、2010年当時もすでにこの機構は取り入れられていたんですが、まあ、トンネルとなるとですね、GPS の電波がうまく受信できなかったんじゃないかなという気もします。まあ、このあたりは、特に報告書では言及されてなかったんじゃないかなと思うんですけど、うん、資料がほんとなくてよくわからなかったんですよね。で、今回の場合はどういうかと言いますとですね、事故現場の西側、 つまり進行方向的には手前側にですね、えー、延長 2km ほどのトンネルがあります。つまり事故を起こした採石輸送車っていうのは直前までトンネルを走行してたことになるんですね。となると GPS が正しく受信できていなかった可能性はあるんじゃないかなと思います。また事故現場は15パーミル、新幹線としては結構きつめの下り坂でありまして、 まあそういったこともあってブレーキの気が多少悪くなっていたんじゃないかという指摘もありました。一応気候的にはですね、貨車に相当する採石運搬車の方にもブレーキはついていたんだとは思うんですが、まあ、下り坂ですしましてやバラスト交換ってなりますと、新しいバラストだけじゃなくて、帰りも古いバラストを交換した砂利をですね、積み込んでいて荷物がある状態だったので、 重たい状態なんですね。ですから、車両自体が重たくなりますと、ブレーキが効きにくくなりますから、まあそういった現象が重なって、ブレーキの危機きが悪くなったのではないかなという気がしています。このあたりは、私の推測です。また関連情報といたしまして、2022年8月に新幹線補修用車接近警報装置の改良についてというプレスリリースが出ていまして、まあ、この 衝突防止のためのシステムというのが2022年に更新されているようです。それまではですね、システムが動作すると停止するまでブレーキが緩まない仕組みだったようなんですが、改良後は段階的に速度を落としていくシステムになっていたようです。まあ、動作して即停止してしまうわけではなくなったので、まあ ちょっと緩くなったと言いますが、緩くっていうのは、あの、今までの、それまでの機構だと手前に止まりすぎてしまうので、もう少し近づけるようにしたシステムが導入されていました。こういったシステムの変更も多少影響している可能性はありますので、もしかしたら関連を調査されるかもしれません。イメージとして、わかる方に向けて説明すると、 それまでのシステムっていうのは ATS でもう動作したらすぐ0キロまで落としてしまうタイプだったのが ATC みたいに50キロから30キロ、30キロから10キロみたいなそういう刻みが入るような機構になっていたようです。ただ、保全車の方は営業用の ATC は使用していなかったようなので、これとはまた別なシステムだったようです。 詳しくはプレスリリースをご覧ください。そういった影響があったのではないかと自分の調べた限りでは思いました。これだけの事故が起こりながらも、なんとか1日だけの運休で済んだのは、これでも早い方ではないかと思います。それでいて、東京浜松間と名古屋から 西側の区間は運転をしていましたし、まだ影響はましな方だったんじゃないかと思います。北陸新幹線で迂回された方もいるでしょうし。補修車両っていうのは営業のシステムを使っていない状態で作業するので、安全性がどうしても低くなってしまうのは仕方ないんですよね。 で、こういう、なかなか理解はされにくいとは思うんですけれど、リスクが本当に高いんですね。こういった補線作業の方が。ましてや、結局、復旧にあたってですね、炎天下の中、気温が30何度とか、高温の中、対応されていただいたようなので、本当大変だったと思います。水分もなかなか気軽に補充できないような環境だったと思いますので、 厳しい環境下での対応ながら素早く対応していただけたんじゃないかと思います。本当にお疲れ様でした。以前、東北新幹線の方で作業者の方が感電したという事故もありましたけれど、まあそういう事故を復旧させるために別な事故が起きてしまうっていうことも起きてしまうこともありますから、事故が起きてしまうことはもう 起きてしまった後からはもうどうしようもできないので、事故をその後重ねないっていうのは重要なことです。本当にこれは重要なことです。事故に事故が重なった時っていうのは本当に被害が大きくなりますから、そういったことが今回起きなかったことは評価されるべきことだと思います。その点に関してはどうか理解していただきたいと思います。というわけで、今回は東海道新幹線の保守用車が追突した事故について、まあ、簡単に まとめを作っておきました。合わせてノート記事も読んでいただけたらと思います。本日もご視聴いただきありがとうございました。良ければチャンネル登録、高評価していただけると嬉しいです。それでは失礼いたします。